あ、ふぶきちゃん、おかよ、明けおめ、明けおめ、ふぶきちゃん、今年もよろしくね。いや、オタトークはね、ふぶきちゃんと話すのが一番はかどるからな、マジで。ふぶきちゃん、明けおめ。いや、ふぶきちゃんね、あれなんだよね、ちょっと語っていい？僕なんか基本的にふぶきちゃんが前に好きだって言ってたなって記憶があるアニメを見たりするとふぶきちゃんにあの見たよって送るんですよ。呪術回戦見たよ、鬼滅見たよみたいな感じでふぶきちゃんにまず送るんですよ。でふぶきちゃんって聞き上手だから、どうだった、どのシーンが良かったみたいな感じで僕のね熱の発散口になってくれんの。でこういろいろひとしきり語ったら、うんうん、よかったねみたいな感じでね受け止めてくれるんだよね、この僕のオタク猫の部分をね。すごい楽しいんだよね、ふぶきちゃんにねあのオタクトークぶつけると。いやほんとね、語り合える友達がいるのはね嬉しいよね。僕よく言ってるけどさ、学生猫の時とかアニメ好きなオタクの友達みたいなの全然いなかったから嬉しいんだよね。そういう人がこうね身近にいてくれんのがさね、ありがたいよね。そうなんです。なのでふぶきちゃん今年もねオタクな僕をよろしくお願いします。ふぶきちゃんがいると助かりますんでね。ねえ、あそうだよ、スタンプの話とかしないとちょっと忘れてた。今年もよろしくだ、オタ活してこ、していこう。オタ活しよう、オタ活デートしようぜ。よろしく。人を殺した分だけ私がお嬢さんを拷問します。